もらうっていう意図も多分あったと思いますね。庄司のリスタートです。パトリックが飛んで宇佐美チャナティップに入るところ、高尾が追いかけます。チャナティップ、うまくかわしながらボールを隠しながらうまくすり抜けます、うん、チャナティップスペースへ出す、遠野追いつけばチャンスになるが、うん、中入れた、レアンドロ・ダミアン合いませんでした。大きなカウンターのチャンスがあった川崎フロンターレ、チャナティップがお膳。